めっちゃ来てるな。あれは。あの塔に何かあんのか？タドリ。タドリ殿、これは一体？奇想本能です。かの者たちは帰るべき場所を見つけた。奇想本能。まさか。お。お。なに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 ？なに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 ？え？ドラーマテラみたいなの出てくるの、もしかして。ドラーマテラみたいなの出てくる？おー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 、沈んでしく沈んでく、あー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 、沈んでく沈んでく、おーあーな、おーあーな、おーあー、うわー、これ相当でかいんちゃうこれ。これでは手の出しようがない。あ、なに、なにあれ、船、なんかでけえ船来たんだけど。提督、新型船、あ、例の例の新型船、提督、あ、たどり。こいつはでかい。取り火事。大丈夫それ。ぶっ壊されないそれ。大丈夫それ。カプコン製のヘリじゃない？大丈夫？大丈夫かそれ。本当にやれんの？すげえ駆使してる。でっか。船のサイズあれで、ね、これ？ガヤデルム。でっか。これが噂のガヤデルム？うわ、石投げてくる気だ。うわー、やばいぞ。マジ？お、すごすごルチカさん、すご激レソー一番、激レソー来た、激レソー一番、二番、その辺、おお来た、いける、大丈夫、おい、よし一発、引いてね、まだまだ、三番用意、機関逆進、完備注水、大丈夫、これぶっ壊されない、これで、え、大丈夫、第3のか、うえでかいの、うえ入った、うえ入った。あ、落ちてく。あ、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 さようなら。やっはー。こりゃ面倒なことになってきたぞ。こりゃ面倒なことになってきたぞ。決戦型資料戦、あ、カムラの里だったんだ、よかった。深淵の悪魔、地中から現れてくるくる化け物、地中からうなり声が聞こえる、大昔奥でそういう現象は生きている、名所の刺激、へえ、はあ、私は深淵の悪魔存在するという事実と悪魔と名所の因果関係を確信した。米帝督と会ってから女王陛下とバファリンその音を伝え、オーダー専門の位置が備えていた。
確かは深淵の悪魔はキュリアの真の宿主。はあ、はあ、キュリアは深淵の悪魔は死にくい。はあ、時間をかけてたっぷり養分を吸い取ってキュリアは深淵の悪魔の死に帰った。はあ、いやあれ倒すの？メイエンリュウガイアデルム。今こそ地面に浮かたれた漆黒の太陽を砕き王国光を。漆黒の太陽。はあ、すげえな。深淵の悪魔。お待ちしておりました。クエストが届きましたよ。ガイアデルム一体とは勇気の証明。綺麗な大穴に潜入し、メインリュウガイアデルムと接触。これを討伐してもらいたい。これは僕のみならず近隣諸国の目を向けた作戦である。我々の人とは一切英国に立ち向かう。カメラに来たらいいよ。いつでもお立ち寄りください、ね、今日はしゃがるまがら倒すだけで終わりとやったんだけどな。お手洗い行ってきますか。よいしょ。この大穴はもともとはガイアデルムが出てきた時の大穴ってことか。いやーすごいことになってきたな。特別なクエストご確認くださいませ。行こうぜ。こちらがクエスト一覧です。やってやろうぜ。行ってらっしゃいませ。勇気を証明してやろう。俺さもうさアイテムさ俺いるかわかんねえけど、とりあえず持って飛躍を持ってこう。一応な。一応な。ま、こんだけ持っときゃ十分だろ。これだけ持ってて倒せなかったら、もう単純に俺のまだ装備不足だ。行こう。元凶すば破滅を食らうな。真が重なるはただ数奇なることに過ぎず、視力を尽くしここを知るべに殺到する。獣は斧が生存のため、人もまた斧が生存のため。来るぞ。深き者にその知らせはもたらされよう。うー、戻ってきた。木は満ちたい。戻ってきた。貴重に答えよ。しょー、最強の色。我の元へ。うわー、ついに
その異様を顕現するであろう。深淵から迫る絶望、メーン流ガイアデルム。起源万丈、いざ行かん。フィオレーネ、この漆黒の太陽を砕き、王国に光を。企画だ。フィオレーネ、死ぬなよ。俺は様子見で来たんじゃない。倒すために来たんだ。悪魔はおとぎ話の中だけでいい。闇の中でそのまま眠れ。おいやー、さあこれどうすんの。これ何、練習してきてくれてる。これどういうこと。それそのデカ物をとりあえず倒すの。一旦もしろー、やつの体から赤いかけらがある。赤いかけら、ほんとだ。うわー、あれはなんだ。あれ何、ちょっと待って、知りたい。しょつまり赤いかけらを剥ぎ取りまくればいいのか。やばいぞ、やばそう。やばそう。やば、なんだこれ。やべ、サイズ感が違すぎだろ。なんだこれ。なんだってんだよこれ、まして。かけら剥がれてきた。やっぱかけらか。何の音、切れた音。切れたっぽいね。切れたっぽいね。うわあ、ははは。ええ、尻尾もかよ。やば。どういうエネルギーそれ。やつが離れる。わかりました。離れまーす。離れまーす。おお、え、なに？これここにいた方がいい。なんだと。あぶねえ。いいぞ。吸い込まなければなった。あ。なるほど。そういう戦いなのね。爆発するのか。エネルギーの結晶体みたいなもんか。連装式、あ、します。これでもどこ、どこから撃つのこれ。失敗したっぽいです。おお、うおー、すごっ。そういうことか。失敗しなかった。ブヤガイ、なんかブヤガイできたっぽい。ブヤガイ、よいしょ。危ねえ。
マジで爆発？すごい危ねえ。こいつ爆発属性か。なに？すごい。すごいんじゃ。すごいんじゃ。こいつやってることのスケールがすごいんじゃ。結構かけらいっぱい出したような気がするけど、結構切れ味が。よいしょ。確かにその通りだ、ビオレネ。よく言った。まずい。よい、はい、隠れまーす。意外と悪くないな。ただ問題はね、多分ね、こいつ大難関だと思うんだよね。全然全然大難関だと思うんだよな。わわ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 わ。よいしょ。よいしょ。継続を待ってくれてる。できるその準備はどうです？さすがにまだだよね。まだですね。大丈夫。属性より属性攻撃もらうよりまし。硬いな、やっぱそろそろ硬いな。イニシエの流氷。うわあ。ちょっと問いしときたいな。これが本番だぜ。これでどうだ。おや。しっぽいこ。マジ？もうかよ。早えな。もうやってくんのかよ。なんだと。あんまりかけら壊してねえかな今回。よし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 。いるけど本当にちょっとなんだよな。これダメージ与えることよりこれちゃんとかけら出した方がいいな。これちゃんとかけらに当てた方がいいな。攻撃を当てるっていうよりちゃんとかけらの部分に当てることを意識した方がいい。よしよしよし、かけらだいぶ出してる。行くぞ。うわ。信号弾の程度に合図しなきゃ。邪魔。どこ？あれ、そこか。ガイアデルム邪魔です。提督、ガイアデルムが邪魔で。レッツゴーエブリバディ、レッツゴーバディ。よっしゃ、レッツゴーバービー。
ごいすごいすごい、ぐちゃ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 でございます。お客様もう全てぐちゃぐちゃでございます。よいしょ、やばそう。なんか大丈夫だった。やばい、離れらんない。しっぽ邪魔。いいすげえ、いいすげえ。だいぶかけら破壊したじゃない。だいぶかけら落ちない気がするけど。よし、まず第一段階。まず第一段階。うおおおおどうだ。あ、また落ちる。はい、落ちてけ落ちてけ。イエーイ。まだだ、あいつは生きている。まだ生きてんの。まだ生きてんのかよ。やろう、マジで。どないなっとんねん、あいつ。いいぜ、行ってやるよ。行くぞ、お前ら。深淵の悪魔、貴様、太陽の元へ出てはならない。うわぁ、うわぁ。かけらが全部なくなった。ダメージ結構取るようになった。やばい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 。あれ、諦めんな。俺は絶対諦めねえからよ。それやばい。何かしてくぞ。それもやばそう。だけど吸い込んでバキュームしてからか、ダイソンしてからだ、それ。爆音のせいでさ、しばらく音聞こえないのリアルすぎる。よっしゃ、行けどこ俺。何今の。何？やば！やばすぎ！でも初戦だ、初戦。地に足ついてる時点でモンスターとしてたかが知れてる。やはやは。完全にこれはいややはやはですわ。やばい、あぶねえ。ずっこけてよかった。ずっこけ大成功。
切れまして。なのか、なのか、なのかドグンって言ったけど、バリスタどこに落ちた。なんだと。なるほど、行くぞ。さすがは俺のお供だぜ。よいしょ、削りまくれ。そうだ、なじゃん、それもねえんだよ。何地上に入りようとしてんだよ。何地上に入りようとしてんだおい。やばやばすぎ、やばすぎ、何それ。おい、なんでこんな生き物いるんだよこの世の中。おかしいだろ。どういうマジで、本当にバルパルクと勝負したけど、どういう生態系。まあでもあの環境を丸ごと食うような化け物なんだからね、ここまで強かったもありえるか。やば、その巨体でその動きしないで。その巨体でその動きやめて、マジで。
やばい。くそ。やばい。大丈夫。始めた。行くぞ。しゃあ。ちょっとあれを早めに倒すか。あいつだけだ。間に合うか。てか何が間に合って何が間に合ってないか分かんないけど、正直どれが間に合ってる状況、どれが間に合ってる状態か全部分かんないけど、あ、間に合わなかったっぽい。変化した。あれが最強状態じゃなかったのかよ。第3段階やと。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にやばい。やば。絶望するぞマジで。現実にこんなんおったら無理やろ。やばい。やばい。いやー、奥役があと2個しかねえ。この状態いいぞ。何壊れた。それ燃やし尽くすなよ。尽きたら終わるぞ。ただ燃やすだけだ。燃え尽きたらあれだ。ただ燃やすだけなんだ。よし、勇気と覚悟と万有は違う。俺たちは生きて帰るつもりで戦う。燃えてんじゃねえぞ。何、倍速間に合わない。マジ？じゃあどないせっちゅうねん。黙って見てろと。行くぞ。飛び？何？何？おい、ビオレーネ！マジかよ！お前！夜は明ける。永遠に続く闇。ビオレーネ！
お前の覚悟、それは勇気だ。負けるかよ。ガヤデルム、てめえにもヨレネ、お前の男気にも負けたくねえ。やん男ないよいしょ。いや、どっかトイしときたいな。ヨレネあれかっこよすぎだろ。惚れちまうぞ。トイシ、ごめん、トイシとして、すまない、トイシとして、危ない。あれ、お待たせ。この BGM 来た。やばい、すまねえビオレネ、マジ助かった。マスカ、本当にマスカ、お前って怖っ、あんたって怖っ。よいしょ。こけて正解、なめんなよ。男のコケはな、万物を無効化できんだよ。よっしゃ。やばそう。じゃあ残念。もちろんこれは万有じゃねえぞ。まだいける。よ、合ってきた。あれ？よっしゃ。四つ葉通り力貸せ。四つ葉通り力貸せ。ちょっと待って、やばすぎ。仕掛けてくる。あぶねえ。マスカ、勝つ時あげろ。てめえだけは一度も死んでやらねえ。
体がデカすぎんなよ。デカブツがデカブツが国滅ぼすなんぞ500年早いわ。汗もかいたよ。これで終わったんだよな。ああ。これは。キュリア。帰るべき場所を失った果てか。ん？消えては結び、帰るべきはいずこ。王国に伝わる歌だ。まるでこのことを予見していたかのような。大浴槽、世に終焉を告げる翼腕にはかつて天をかけた面影はない。よくやったよ。帰ってこれた。静かだ。こんな海は久しぶりだな。海がないでる。いい子じゃないか。
提督殿もなあ、借り返して。エルガドの明かりが消えている。え？なんで？あ。ああ。消えては結び、帰るべきは。ああ、サンブレイクってそういうことなんだ。黒き太陽をうがて、うがつは漆黒の奈落の太陽。よっしゃーい、よっしゃーい、モンハンライズ、これにて一件落着。いや、言い間違えたね。モンハンライズサンブレイク、クリア。マハリ提督、なんか嬉しそう。提督もよかったな。提督も故郷の敵撃てて。ああ、姫、ちっちゃ姫。姫もよかったな。乾杯。あ、あれじゃん、村のみんな、里のみんなもいるじゃん。里のみんなも、そうか、里のみんなの協力があってこそだもんな。あ、ルーチオ、ジェイガー。なんかこれあれだな、ジェイガーあんまりうんぬんかんぬん言ってたから、なんかいいな、逆にこれ。あ、 UI デザイナーの方も。アルロー教官、めっちゃ飲んでる。あ、あのハンターたちじゃん、後ろのあの偉そうな女と偉そうな男じゃん、あいつら。お、姉妹揃って。里のみんな、みんな、ああ、そっか、あんたら会えたんか。あんたら会えてよかったな。お、姫様になんでカラーリングの団子壊してんだ姫様になんでカラーリングの団子を、すごいカラーリングの団子壊せようとしてんだ。乾杯。佐藤蔵提督とも礼。顔外して、飲めないじゃん、顔外させてよ。兜、兜外させてくれ。消えては結び、帰るべきは。俺たちの里に帰ろう。いやー、本当にいいゲームあったなー、マジで。本当にモンスターハンターライズサンブレイク。
いやーワールドアイスボーンと来てこれだったけど、やっぱ新モンスターめちゃくちゃいたし、懐かしいやつは懐かしいやつだったので、本当にセルレギとかゴアマガラシャガルとかあの辺本当に懐かしかったし、マジでよかったなやれて。いやー感動台無しなこと言うけどさ、安売りしててよかった安売りしてたからこそのこれができたのよ。いやーよかった、めちゃくちゃ久しぶりに本気でゲームやったわ。いやペルソナの時もちろん本気だったけどさ、あれってさスキルっていうよりさ本当にどんだけ鍛えてどんだけ戦略頑張るかって感じじゃん。だからちゃんとアクションゲームでこんなに頑張れたのすげえ久しぶりで嬉しいわ。よかった本当に。あーこれこれこれ、この BG これこれ、やっぱ BGM これよこれよこれよ、そりゃもう、はあ、やりきったよ本当に、俺はやりきったんだ。よかったな。てか本当に NPC がすごい今回大事にされたなと思った、なんか見てて。だからってこと楽しかった。まだ残ってんだよな、まだ残ってるモンスターたちもいる。さあでもまあ一旦ガヤデルマは倒せたから平和の日々が続くことを願おう平和の日々を安らかに、消えては結び、帰るべきはやっぱ平穏の世の中だよ。一番楽しかったかな、戦ってて、やっぱセルレギかなやっぱセルレギかな、懐かしすぎだしね。セルレギはマジで小学生の頃にクソ周回しまくったからさ、逆に言うと小学校の頃に周回したのはマジでセルレギオスぐらいだからな。本当にセルレギオスは倒しづれえけど、あいつは本当に楽しいわ。戦うたびに思い出が蘇ってくるから。ダウンロードコンテンツモンスターだけだな。あとモンハンってこれマジで BGM いいよな。カプコン、夜明けだ、本当の太陽が上がる。
Thank you for playing. Me too. まずはご苦労だった。